黒田和弘は長崎県出身のプロ野球選手。息子は元プロ野球選手の黒田弘樹。長崎県立佐世保商業学校卒業。終戦後に軍役生活から戻って地元長崎の青木産業の軟式野球チームに入って野球を再開する。軟式野球時代は保守を務め、国体では決勝戦進出を果たした。国体での活躍が注目され、 社会人野球の強豪である、ヤワタ製鉄所にスカウトされた。ヤワタ製鉄所時代には、大岡虎を深見康弘ら強打者と出会って、打撃技術を向上させ、うち、外野の守備練習に取り組んだ。1949年、南海ホークスに入団。ホークス入団後間もなく、レギュラーに定着し、6番打者、センターとして出場する。 1951年からのリーグ優勝3連覇に貢献した。1954年、この年結成された高橋ユニオンズへ移籍。1956年に大英スターズへ移籍。この年限りで現役を引退。1958年に大阪市でスポーツ用品店、黒田スポーツを開店する。また、ボーイズリーグオールスミノイを設立して自ら監督を務め、 多くの選手を育て上げた。オールスミノエには、河井隆田上秀則が在籍していた。2007年8月17日、肺がんのため、広島市内の病院で逝去。82歳房打つ。ありがとうございます。